広報だわら、この時間はバスでお出かけプロジェクトについてご紹介いたします。お話をお伺いするのはまちづくり交通課の泉さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうすでに実施されているということなんですけれども、今小田原市ではバスでお出かけプロジェクトというものが展開されているということなんですね。改めましてこちらどういったプロジェクトなのか教えてください。自家用車の代わりにですね、路線バスを利用していただき、二酸化炭素の排出量の削減と中里地区周辺の道路の混雑緩和を図ることを目的として、ダイナシティ、伊東洋華堂、箱根登山バス、富士急湘南バス、小田原市が連携して平成27年度から取り組んでいる事業です。具体的にはダイナシティ内で一定のお買い物をしていただいた方に対してバスの無料チケットを配布するものになっております。平成27年度から取り組まれているということで、もう何度もご利用になっている方も大勢いらっしゃることですよね。はい、それではですね、改めましてこのバス無料乗車券というのはどのようにするといただけるんでしょうか。はい、配布期間中にダイナシティ専門店または伊東洋華堂小田原店の対象店舗で税込み2000円以上のお買い物をしていただいた方を対象にバスの無料乗車券を配布しております。お買い物額は合算でも可能です。無料乗車券の配布場所はダイナシティのウエスト1階インフォメーションまたはイースト1階の伊東洋華堂サービスカウンターになります。なお無料乗車券は両場所とも1日につき先着50名までで、お一人様最大2枚までの配布となっており、当日のレシートが必要になります。はい、じゃあまずお買い物に行かれた際はレシートを忘れずにちょっと持っておいていただきたいですね。はい、はい、そしてバスの乗車券という無料乗車券が1日につき先着50名様まで50枚までいただけるということなんですけれども、この無料乗車券というのはどうやって使うんでしょうか。バスに乗車する際に整理券をまず取っていただいて、それで下車する際にですね、その整理券と一緒にそのバス無料乗車券を運賃箱に入れてください。はい、利用できるのはダイナシティまたは小田原東郵便局前で乗車または下車する場合のみとなっております。乗り換えはできませんのでご注意ください。はい、こちらのプロジェクトなんですけれども、実施期間はどうなっていますか。はい、まず無料乗車券の配布期間ですけれども、8月1日から8月31日の土曜日まで、はい、でその利用期間は同じく8月1日から9月30日月曜日までとなっております。はい、冒頭にこの取り組みは平成27年から始まっているということなんですけれども、どのくらいの効果があるんでしょうか。はい、昨年度ですね、実施した際のアンケート調査結果では、普段は自家用車を利用してダイナシティに行っている方がですね、バスを利用したと回答いただいた方が約1000名ほどいらっしゃいまして、でそれを自家用車の台数として換算するとですね、6125kg の CO2 削減効果があったことになります。でこの削減量はですね、2リットルペットボトルに換算すると155万9000本分に相当し、で杉の木437本が1年間に吸収する CO2 の量と同じになります。かなり効果が見込まれるわけですね。そうですね。またこの中里周辺というのは大型のショッピングセンターがいっぱいあって大変混雑しますからね。やっぱり公共の交通機関を大勢の方が利用されると混雑緩和にもつながりますしね。そうですね。はい、ね、ぜひお気軽にご利用いただきたいと思います。それでは泉さん、改めましてお茶の間の皆さんにメッセージお願いいたします。はいはい、事業の今回の事業の詳細についてはですね、期間中にこういったポスターをですね、ダイナシティの建物内とですね、箱根登山バスさん、富士急湘南バスさんの社内に掲示しておりますので、ご参照いただければと思います。でまた市のホームページ等でもですね、取り組みを掲載しておりますので、ご興味がある方はぜひご覧になっていただければと思います。はい、で皆さんもですね、ぜひエコなバスを利用してお買い物を楽しんでみてはいかがでしょうか。この時間はバスでお出かけプロジェクトについてご紹介いたしました。泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
広報だわら、この時間は木育イベント木祭り開催のお知らせをお送りいたします。お話をお伺いしますのは農政課の瀬戸さんと小田原市森林組合の山室さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日はですね、小田原宿野にあります憩いの森にお邪魔しています。この憩いの森周辺の会場を使って、今年は8月24日土曜日に木祭りが開催されるということなんですね。もうすっかり恒例行事となってまいりましたけれども、改めましてこの木祭りとはどういったイベントなのか教えてください。はい、小田原市のこちらの憩いの森を中心にやっているイベントでして、はい、木育というものをメインテーマにやっております。はいはい、なんとか育っていうと食育が思いつきますけれども、ね、木育っていうのはどんなものなんでしょうか。はい、木育といいますのは材料としての木の良さですとか、うん、木を使うことで、森林または環境にですね配慮して環境を守っていこうということをですね、理解してもらうというような内容でございます。はい、小田原では食育のみならず木育もできるということですね。はい、さあそれではですね、8月24日土曜日の当日のイベント内容、山室さん教えてください。はい、当日はですね、10メートルを超える木の、伐採見学や、木の時計、木の椅子作りですね、が実際に体験できる木工教室、またそれらがセットになった森林体験ツアー、あとは、樹齢300年を超える杉や、野生のムササビが実際にいる森の中をですね、探検できる、ムササビ探し、夕暮れハイクというイベントなど、ワクワクするようなイベントが盛りだくさんとなっております。はい、山室さん、ムササビいるんですかここムササビ実際にいるんですよね。あ、そうですか。はい、私もそうですね、1回だけですがムササビ見たことあります、ね、そうですか。じゃあこのムササビ探し夕暮れ俳句っていうのは、活動時間に入る頃にムササビをちょっと探してみようよっていうことですよね。じゃもしかしたら会えるかも、もしかしたら知れない。はい、ね、楽しそうですよね。はい、その他にもあるんですね。本格的な箸を作ったりですとか、うん、夏休みのですね、自由研究に使えるような、イベントが盛りだくさんになっております。はいはい、この憩いの森っていうのは実は小田原駅から本当に比較的歩いても来れちゃうぐらいの距離にこんな自然があるって、やっぱり小田原は恵まれていますね。はい、こちらのイベントなんですけれども、こうお申し込みはどうしたらいいんでしょうか。はい、当日に参加していただくのも全然大丈夫なんですけれども、はい、小田原木祭りで検索していただきまして、はい、小田原市のホームページから、お申し込みができるようになっております。はいはい、人気のイベントですと、申し込みがいっぱいになってしまうこともありますので、はいはい、お早めに、ご予約いただければと思います。はいね、はい、事前に申し込みが必要なものもあるということですからね。はいはい、事前に、ご確認ください。大変楽しそうなイベントです。それでは最後に瀬戸さん、改めましてお茶の間の皆様にメッセージお願いいたします。はい、キャンプファイヤーですとか無料のイベントも盛りだくさんでございます。令和最初の夏、ぜひ小田原市の森に遊びに来てください。はい、ね、気軽にご家族揃ってこの森林浴も一緒に楽しんでいただきたいですね。この時間は8月24日に開催されます木育イベント木祭りについてご案内いたしました。瀬戸さん、山室さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はじめは手拍子と掛け声です。元気よく後ろに左回りです。次は腕の曲げ伸ばしと背伸びです。左足、右足です。大きく上に伸び上がりましょう。右足、左足、肩と背中ほぐしです。肩を引き上げて下ろします。両手を合わせて背中をゆっくりと動かしましょう。もう一度繰り返します。
側頭とツイストです。左に両足を揃えてツイストです。次は右に移動しましょう。ツイストです。体側とバランスです。左脇腹を伸ばします。右脇腹、左足を上げてバランスを取ります。右足、右脇腹を伸ばします。左、右足を引き上げます。捻転と体の回旋です。左にひねります。右に、左に大きく体を回しましょう。次は右にひねります。左、前曲げと後ろ反らしです。体の力を抜いて前にゆっくりと起き上がります。左手を上に、背中を伸ばします。もう一度繰り返しましょう。次は右手が上です。重心移動と足踏みです。左手、左足、前、後ろ、左からナンバーステップを踏みます。次は右手、右足、右にナンバーステップです。背伸びと深呼吸です。手を横に、息を吐きます。大きく上に伸びましょう。手を横から下ろします。繰り返しましょう。